コズミックキューブの力を使いこなしているようで何よりだ。早速だが、チームのメンバーと共にミッションに臨んでもらう。期待しているぞ。
何が起こった？ナメック星から救援要請が届いています。ベノムズの襲撃です。なんだと？あいつらしつけえな。なお、そこでベジータの姿も確認されています。え、父さんが？父さん？ベジータってトランクスの父ちゃんなのか？はい。ベジータがベノムズに加担したとなれば、ジェイフォースは総力を挙げて対する必要がある。待ってくれ。ベジータは昔は悪いやつだったけど、今は違う。ベノムズの仲間になんて持ってねえさ。俺もそう思います。ナルトさん、俺もアルファチームに同行していいですか？もちろん、行ってこいってばよ。はい。話は決まったようだ。ならばすぐにでも出発してくれ。君も同行しろ。よし、そんじゃ出発だ。転送完了しました。父さん。ピッコロ、ベノムズは任せた。うん。トランクスとおめえはオラと来い。三人でベジータのとこ行くぞ。はい。行け。オラたちの邪魔すんな。ベジータ、おめえどうしちまったんだ。父さん、賞金に戻ってください。ダメだ、俺たちの声がまるで聞こえていない。何言っても無駄のようだな。トランクス、やるしかねえぞ。あ、はい。終わりだ。バカだ。
やったぞ。見てください。父さん、コズミックキューブ、なんてまがまがしい息を放っているんだ。ナビゲーターにコズミックキューブの回収を指示してください。了解しました。回収シークエンスを起動します。ここはどこだ。カカロット、トランクスまで一体何が。よかった、父さん正気に戻ったんですね。長官、聞こえますか。終わったか。父さんが悪の道に戻ってしまったのではないかと気が気でなかったですが、キューブは回収しました。おい、これはどういうことだ。俺にも分かるように説明しろ。それは私から説明する。君を操っていたのはコズミックキューブだ。キューブの力はそれを宿した本人の意思によって善悪どちらに転ずるか決まると考えられていた。君が善の意志によってベノムズではなく我々の仲間Jフォースの一員となったように。だがキューブの利用方法は他にもあったような。何者かの強い意志、その悪意にあらかじめ侵されたキューブによって本人の意志に関係なくそのものを操る力、やはりベノムズの背後には何者かが暗躍していると考えていいだろう。くそ、誰なんだ俺を操っていたやつというのは。それについては現在調査を進めている。おい貴様ら、俺もその J フォースとやらに入れろ。戦いに参加させてもらうと、この借りは必ず返す。そう、報告ご苦労様。案外頼りにならないのね、惑星ベジータの王子とやら。でも負けてしまったものはしょうがないわ。撤退しましょう。あれは、あの女一体。諸君、ご苦労。君たちの活躍でナメック星は救われた。ベジータを救出できたことは我らにとって大きな前進だ。人を操るコズミックキューブの存在が明らかになり、キューブにはまだ我々が知らない力が隠されていることが分かった。ふん、一応礼を言っておく。諸君、戦いはこれからだ。現実世界、そしてジャンプ世界に平和を取り戻すため、引き続きベノムズの討伐とコズミックキューブの回収、そしてこれからは操られた仲間の救出、その3つが我らの使命となる。だいぶチームに馴染んできたようですね。みんなに力を示したことで J フォースの一員として認められたんだろう。みんな聞いてくれ。次の作戦はコズミックキューブに操られた仲間の救出だ。現在我々の活動は北米エリア中心にとどまっているが、Q
強力な仲間を増やすことができれば、他の地域での活動も広げていくことができる。みんなの活躍を期待している。君にも期待しているぞ。ベノムズが現れたようです。今すぐチームのメンバーと合流し向かってください。それと強大なベノムズに対してJフォースはまだまだ戦力が足りません。チームの枠を超えた協力も重要です。急ぎましょう。